オナネタを探すために僕ツイッターを見ていたんですよ。で、そしたらね、なんかこうトレンドのところにさ、なんかフィスカーツってこうね、なんかトレンド入りを果たしているのを僕たまたまね、見かけちゃったんですよ。もうフィスカーツと思いっきりこうババーンつってこうトレンド入りしてたからさ、まあ正直、ほら、ついこの前ね、もう1ヶ月ぐらい前にさ、ね、不倫したとかつってさ、炎上してさ、で、なんかファブゲーミング抜けましたみたいな感じで、もう炎上したばっかじゃないですか。だからこのタイミングでまたトレンド入りを果たしているのを見ると、僕は正直ね、嫌な予感がしたわけですよ。うん、お前また不倫したんかみたいな。まあ、なんかね、二人目の、なんか二回不倫してなんかもうダブルキルしちゃいましたみたいな感じの、炎上でトレンド入りをしていたとしたらどうしようと思って、もう、なんか他人事なんだけど、なぜか俺までさ、なんかもう心臓バクバクさせながらね、そのフィスカーって書いてあるトレンドを、まあ、恐る恐るね、クリックしたわけですよ。で、そうしたらね、別になんかなんか二回不倫しちゃいましたみたいな感じのご報告ではなくて、活動再開しますみたいな、うん、活動再開というか、なんかプロゲーミングチームの戦国ゲーミングっていうそのチームに改めて所属することになりましたみたいな感じの報告をされていて、いやお前メンタル化け物すぎんだろと思って、まあ俺も一瞬さすがにちょっとびっくりしちゃった。うん、嘘だろお前と思って、お前すごいなと思って、もうなんか その勇気ってさ、もうなんだろうな、もうバッ隠れたバイト先に平然とした客としていくみたいなさ、それと同じぐらいの勇気が俺は正直いると思うんですよ。なんかね、炎上したばっかでさ、でプロゲーミングチーム抜けたばっかのにまた別のこうプロゲーミングチームに加入するみたいなさ、結構勇気あるなと思って、いやすげえなと思って、別にそれ自体は反対する気持ちは一切ないし、まあめでたいご報告じゃないですか。うん、まあ戦国ゲームにね、まあ加入されたということで、いやもう本当フィスカーさんね、おめでとうございます。うん、おめでとうございますって言いたいんだけど、まあ、ほんと、まあ、強いて言えばだよ。別に賛成するよ。その戦国ゲーミングで参加するっていうか、その加入することは。もう本当にめでたいし、これから頑張ってほしいっていうふうに思うんだけど、なんで俺誘わなかったの？うん、普通に。それがちょっとね、なんか、不甲斐ないというか、まあ、すごい不愉快なんですよね。うん、まあ、フィスカーさんがさ、戦国ゲーミングに加入するって言ったら、まあ、そう、俺も加入していいでしょ。普通に考えてみてさ。いや、なんでさ、誘ってくれないんだろうね。その、まあ、ね、フィスカーさんがさ、俺に誘わないのは、まあ、わかるよ。まあ、来ませんもんね。確かにね。でもさ、戦国ゲーミングのそのプロゲーミングチーム側がさ、俺のことを誘ってほしいよね。まあ、フィスカー入るし、まあ、ついでに俺も誘っとくかみたいな感じで、もうそれぐらいフランクな感じで別にいいからさ、誘ってほしかったな。まあ、本当ね、もう正直ね、もう本当はっきりね、言葉選ばずに言うと、まあその戦国ゲーミングに俺を誘わないのは、まあ、経営者として、もうバカですね、これ。これもうバカです。まあ、戦国ゲーミングとウームは、やっぱ俺がいないとダメでしょ。ってやっぱ思うわけですよね。まあ、これずっと本当はもう1年ぐらい前から僕思ってることなんで、1年前からずっとね、G メールね、更新してるんですけど、まあなんか迷惑メールしか来ないんですよね。まあなんで、ちょっといつになったらね、僕にこう、加入のね、なんか勧誘メールみたいなの送ってくれるのかね、ちょっとわかんないんですけど、まあワンチャンクリスマスプレゼントでね、クリスマスの日来るかなと思ったんですけど、もう全然なんか来なかったんで、まあちょっと、それだけがね、すごい不愉快極まりないんですよね。まあ、ただね、一つだけね、その言わしてもらいたいというか、これワンチャンね、俺を誘ってるんじゃないかって思う節が一つあって、戦国ゲーミングがね、俺を誘ってるんじゃないかっていう風に思う節が一つあって、これツイッターでね、戦国ゲーミングさんのアカウントを見てみると、まあヘッダーの画像ってあるじゃないですか。でもそのヘッダーの画像にはね、こういろんなこうスポンサーの企業たちがね、こう書かれているわけですけど、もう真ん中にね、ハッシュタグ SGWIN って書いてるんですよ。はい、 SGWIN。 僕ね、コールオブデューティーモダンオフェア2っていうね、世界一の神ゲーをよくやってるじゃないですか。でそこでね、僕めちゃくちゃね、ショットガン使うわけですよ。めちゃくちゃショットガンで僕害悪行為をね、してるっていうのは、もうこれもう当たり前というか、まあ、いつも見てくれてる人だったらね、なんかもうおぬといえばショットガンみたいな、もうそういうなんか不名誉なね、こう悪口がコメント欄で書かれるぐらい、僕はやっぱショットガンとしてね、こう名を馳せてる部分があるんですけど、まあ、そのね、ショットガン、まあ、その SGWIN をヘッダー画像の真ん中に置いてるということは、これ匂わせですよね。
これ僕との匂わせですよね。うわーだるいってちょっとね。いやマジか。もうついにねこの俺もねなんかこう女の子にねなんか匂わせさせるとかもうそのレベルのね通り越してもう一企業もう一プロゲーミングチームそのものをねあのこう匂わせてしまうというねこれ異常ですよね。うんもう SG ウィンってまあこれわかんないこれ戦国もしかしたらだよもうなんか数パーセントの確率っていうかもうコンドームぐらいのねあの確率 0.01% だと思うんですけど、まあ、もしかしたらその戦国ゲーミングウィンのねその略称で SG ウィンやってるかもしれないけどまあさすがにそれはないと思うんで、うん、ショットガンウィンでしょこれ。うんじゃあもうこれ俺やんこれ完全に。うんいやー俺も入っちゃうか戦国ゲーミングフィスカーさんと一緒に。うん、まあ、全然まあねまあ入ってあげてもいいっすよ。うん、全然いいっすよ。うん。僕、やっぱ優秀というか、まあ、有能なんで、まあ、なんか企画とかね、持ってきますよ。うん。やっぱ事務所にね、やっぱこう、事務所とか、まあ、そのプロゲーミングチームにね、加入するってんだからさ、僕も別にね、こう、ただでね、入ろうなんて言いませんよ。うん。なんかこれ面白いね、企画とかね、動画の企画ね、持ってきてあげますよ。ね、例えばですけど、フィスカーさんと一緒に都内のおすすめラブホ紹介動画とか、ね、なんかこう不倫あるあるとかね、あとなんかあと裁判の勝率が上がる最強弁護士ランキングトップ5とかね、もうなんかそういう面白い企画やっぱこう持ってくるんで、まあぜひともちょっと僕のこともね、まあそんななんか匂わせとか一時しなくていいんで、そんなこう周りこうくどいことしなくてもいいんでね、まあ僕に直接ね誘っていただけたらなというふうに思います。はい、まあまあでも正直まあもうこれじゃないんだよな、でも俺の言いたいことって、うん、だってもうこれはもう確約された話、僕が戦国ゲーミングに入ることはもうこれ確約されてるんで、今更僕がこんなこと言ってもね、まあ、しょうがないんですけど、やっぱ一番ね言いたいのは、まあ、今回ねそのフィスカーさんってエーペックス配信者のね女子エーペックス配信者のミーマルさんと、まあ、ラブホでちょっとなんかエチチなことしてさ、でそれが結果不倫でしたっつってさ大炎上したわけじゃないですか。でついこの前もねそのミーマルさんが、まあ、ツイッターの方で私活動再開しますよみたいなことを発表した時にね引用リツイートの方でなんかもうボッコボコに叩かれてたわけですよ。もうなんかうせろゴキブリみたいな感じでもうボッコボコに、ね、誹謗中傷されまくっていて、で今回そのフィスカーさんがねまあプロゲーミングチームに再加入というかまあ改めてね加入することになったよっていうそういうのご報告ツイートをねされていたから、そこの引用リツイート欄見たら絶対に叩かれまくってんだろうなみたいな、もう上から下まで全部誹謗中傷で埋まってるみたいな、もうなんか落書き帳みたいな世界が広がってるんだろうなと思って、まあ正直俺ちょっとニヤニヤしながらね引用リツイート欄見たんですよ。そうしたらね全然叩かれてないの。うん、ビビるでマジで、もうなんか中国みたいな感じでこれ言論統制してんじゃないかなって思うぐらいもう全くもって叩かれてなかったの。うん、まあ、その上から下までもうほぼ全部ねなんかまあ、失った信用を取り戻すのは大変だけど頑張ってくださいとか応援しますとか、えマジかすげえみたいな感じの反応でブワーって埋まってんのよ。うん、いやまあわかんない、もしかしたらまあ1件や2件ぐらいはねなんか戻ってくんなよクソかっつってこう俺と同じさひねくれ陰キャがねいるかもわかんないけど、でも俺が見た限りだとほぼ全部マジで待ってますとかなんか応援してますとかうわーすげえなうわーのお前みたいなふざけんなみたいな感じのそういうなんかこう歓喜というか擁護派のコメントばっかりだったんですよね。これちょっとおかしくない？うん。いや、まあ、別にね、俺、フィスカーさんのこともね、ミーマルさんのことも、まあ、好きだよ。全然嫌いとかじゃないし、もうこれからも頑張ってほしいって、本当に心の底から思ってるんだけどさ、なんでお前らミーマルにはさ、当たりきついの？うん。で、結局だからさ、あれでしょ？な、自分がこう学生時代とかにさ、なんか可愛い女の子とかになんかいじめられたりとかさ、ね、なんか無視されたりとかさ、そういう、なんか話せなかったりとかしたから、インターネットでその可愛い女の子として、まあ、活躍してるそのミーマルさんに八つ当たりしてんでしょ？うん。気持ち悪いよね。うん。これがちょっとね、もうあまりにも露骨すぎて、きしょい、お前ら。きしょいで、それ。うん。お前ね、ミーマルの味方すんのかみたいな言われるかもしんないけど、いや、そりゃするよ。うん。なんでか、いや、エッチしたいからですよ。うん。いや、エッチしたいから俺もミーマルさんの味方しますよ。当たり前じゃないですか。うん、俺がフィスカーさんの味方しても、それはもちろんいいんだけどさ。ね、それなんかね、俺が味方してさ、フィスカーさんとエッチしましたって意味わかんないからさ。うん、できればやりたくないじゃん。うん、男だしさ。どうせだったらね、ミーマルさんとエッチしたいでしょ？うん、それはみんなもそうだと思うんですよ。だから俺はミーマルさんのね、こう味方をしてるわけなんだけど、さ、もうやめようぜ。そういうなんかこう、八つ当たりするの。ミーマルさんはなんかダメだけど、フィスカーさんはいいみたいなさ。
俺それちょっとね、さすがにおかしいと思うんですよ。うん、どっちも叩いてるんだったらまあわかりますよ。うん、けどミーマルさんだけダメみたいなのってさ、これなんでだろうなっていう風に思って、うん、まあだから結局まあその自分が学生時代にあの女の子にその青春をぶっ壊されたりとかね、まあ、した人しかまあいないからまあその八つ当たりとしてまあミーマルさんに暴言吐いてんだろうなみたいな、もうなんか日頃の鬱憤話みたいな感じでやってんだろうなっていうのが透けて見えて、まあちょっと非常にね、あの気持ち悪いなということで、まあ僕がこの動画で何を言いたいかっていうと、あのミーマルさん、あのエッチしてくださいっていう、まあそういうことなんですよね。まあエッチしてくんないんだったらちょっと俺もちょっとなんか叩こうかなみたいな、俺もちょっとこう悪口言っちゃおうかなみたいな感じで、まあちょっと思ってるんですけど、まあ今回はね、あのそんなまあフィスカーさんがね、まあ活動再開をして、まああのこれからはね、あの戦国ゲーミングとしてまああの活動していきますよと、でまあそれと同時にまあ俺も加入しちゃいますよみたいな、そういうお話と、あとみーまるさんは早くね、僕の家に来てくださいっていう、そういうお話でした。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。バイバイ。